先日からなんだかベトナム気分。少し暖かい日もあるからか、無性に異国の風を感じたくなる。ベトナムへは行ったことはないけど、なんだか懐かしい感じもしてくる。名古屋に移住をして4ヶ月目。あっという間に時間が過ぎていく。東京にいた頃、蒲田へベトナム料理を食べに行った。孤独のグルメに出てきたお店で、行きたいと思ったら即行動の私。ズボラだけど、食への執着は自分でもびっくりするほど強い。なんでだろうね。ベトナム風揚げ春巻きを作る。最近椎茸をよく買ってる気がするな。私もよく出るし、万能。前は友達と飲んだりしてたけど、ぼっち満喫中なので、前より自炊に力を入れるように。外食ももちろん大好きだけど、なんだかんだ家ご飯が一番落ち着く。一緒に暮らしているお猫様たちも新しいお家に慣れたようだけど、前の家みたいに広めのバルコニーがないから外に出してあげられない。なのでお家で遊ぶ回数をできるだけ増やすようにしてるけど、バテでバテでバテバテでございます。この3年でこうも考え方や生きてる世界が違うのかなと思うことも多々あった。広島のおじいも亡くなったけど、結局会津じまいでお葬式にも出られなかった。おじいちゃん子だった私は釣りにもよく行ったし、春はタケノコ掘りに、夏はセミ取り、秋はおんぶしてもらって、あけびを取りに行ったっけな。冬になると、裏山でそりをして、かまくらを作って、ろうそくに火を灯し、みかんを食べたりしたもの。本当に楽しかった。いろんな思い出をくれた、おじいはもういないけど、今もどこかで生きている気がするよ。日進月歩という言葉がありますが、人生焦りすぎず、今日を大切に、一歩一歩進んで、美味しいものを食べていきたいです。食べていきましょう。ナンプラーは日本で言う、白だしとか醤油みたいななって思ったりします。調理師免許取るときに、なんか試験で出たような、出てないような、ちょっと最初は臭いって感じるかも。麺が好きすぎてよく食べる小麦。グルテンを取りすぎているような気がする。
でもフォーはお米でできているから、ちょっとだけ罪悪感もゼロ。今日は起きるのが遅かったので、お腹はペコペコ。酸味の効いた優しい味。なんだろう、さっきより麺が大きくなった。麺がね、多くなった気がする。カルディで買ってたラー油をちょいと足して、酸味と辛味がとってもいい感じ。美味しい。定期的に食べたくなる味です。こちらの揚げ春巻きはどうかな？デリシャスでございます。パクチーの香りもいい。食べたら大体すぐ洗います。水切りラック何回か買ったことあるんですけど、もう使ってません。無印の布巾がとっても優秀です。油汚れもささっと掃除します。経験上、早く掃除した方が後々面倒じゃないので。未来の自分に楽をさせる、そういうことです。バナナ1本にココナッツミルクを加えて潰しながら混ぜ混ぜします。あとは冷やすだけ。お砂糖は入れてません。最近お気に入りのコーヒー、酸味がちょうどよくて美味しいです。ポーリッシュポタリーのマグカップはジグーガーカで買いました。なんとあんこを入れます。粒あん好きだったんですけど、なんだか最近はこしあん派。めちゃめちゃ美味しいです。バナナとココナッツミルク混ぜただけなのにね。お気に入りのデザートとなりました。夏はかき氷にかけても美味しいよ。ごちそうさまでした。
ー。